塩谷育代のベストショット番外編、イエーイ。こんな感じ、はい、60歳いい感じです。じゃあ一応自己紹介もいきます。はい、皆さんこんにちは、はい、並木です。そして育代です。ありがとうございます。お願いします。いいの、はい、合ってた今。合ってる、本当合ってます、合ってます。すごい、はい、やってくださった、ありがとうございます。いつもノリのいい塩谷育代プロと、はい、今日はまさかの、はい、こちらね、一緒に回らせていただくということで、はい、ありがとうございます。回るだけだよ。いやそうなんです、番組、ね、教えてくれる。なんでですか、いつもほらいろんなプロに教わってることを教えてよ。いやいや、逆に私あの頭でっかちになって、うん、情報がちゃんと、ね、うん、だから私はその情報を、はい、あの自分に合うものを取り入れて、はい、合わないものは捨てるから。いやいやいや、そんな私がプロになんか言ってたら怒られちゃいます、視聴者の皆さん。そんなことないよ。ということで今回は初めての、ね、ラウンド企画なので、はい、一緒に回していただきながら、はい、いろんなお話をお伺いしようと思います。はい、多分番組であんまりここ喋、うん、ったりっていうのがあんまないですよね、基本は。そうでしたね、うん、ないですね、うん、あのやはりアマチュアのお客様がいらっしゃいますからね。そうですよね、はい、今日は塩谷プロを根掘り葉掘り掘っていきたいと思います。何も出てこないよ。塩谷育代のベストショット、イエーイ。ではよろしくお願いします。お願いします。はい、打ち下ろし正面バンカー。おー、ナイスショー。はい、レディースは、レディースがちょっと前ですかね。おお、結構前。これ私とても有利です。うん、まあ、でも今日はのんびりラウンドなんで。のんびりラウンドね。あ、それ塩谷プロの？違うよ。あ、ありがとうございます。ティー拾うとさ、はい、めっちゃ嬉しくない？え、本当ですか？嬉しくないの？いや、なんか拾っていいんかなって。え、拾わなきゃ。あ、そうですね、うん、いただいてもいいですか？いただいていいです。そうですね、ゴルフ場も綺麗になりますね。そうだ、だってさ、あの機械が入るでしょ、はい、あれガラガラガラって言うと歯痛めちゃうでしょ。そうです ね、芝刈り機が、うん、特にこのプラスチックだから。そうですね、はい、そっか、ウッドティーだったらまだしもですもんね、うんうん、だから拾って歩きましょう。はい、積極的に拾います。あ、いいスイングじゃないですか。あ、怖い。いいスイングですよね。そんなことないです。ちゃんとあの指導を受けてますね。本当ですか。うん、ありがとうございます。緊張する、やば。これはいいんじゃない？ OK？ あ、うん、でもあそこ余裕ありそう。ありそうですか。うん、はい、ありがとうございます。少し左は向いてるけどね。向いてました、うん、ちょっと、まあでも左のバンカーぐらい、あの向こうのグリーンの。あ、うん、ちょっとじゃあ思ってるより向いてますね。あの、うん、一番大事にしてること、一番大事にしてること。あ、でも本当にグリップ、もうグリップとアドレスです、うんうん、グリップとアドレスが前まですごくウィークになったり、うんうん、でアドレスもその時によって、日によって本当に変わってたので、うんうん、最近ちゃんとグリップを自分の中でこうルーティーンとして握れる場所を見つけたりとか、うん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 、っていうのをやってるぐらいですか、ね。うん、であのそれが一番大事ですからね。基本が大事ですね、はい。やっぱりこうテイクバックで、あの何、引き方だとかトップの位置がどうだとか、ダウンスイングの切り返しがどうだとかっていうことの以前に、やっぱりその、あ、立ち姿っていうのがきっちりしてないとね。へ、うん、だからいい教えを受けてますね。ありがとうございます。お伝えしておきますね、はい、飯島かねさんによろしくお伝えください。絶対飯島プロびっくりします。そんな塩谷プロにそんな風に言われたら。この間ね、会いました、あったの、結構解説とかでトーナメントの解説で一緒に。あ、そうですよね、はい、あ、結構じゃあ話されたりもするんですか。うん、あの現役時代はまあもちろん年代差があるので、はい、あんまり ほぼ話したことないかな。あ、本当ですか。うん、じゃあこの今回のトーナメントとかで、うん、で初めてあんなにお話をしました。ちょっとなんか、うん、その絵見てみたいな。いやいや、一緒には話してない、あのお食事で一緒だったりしたからね。あ、そういうことですね、うんうん、あ、なるほどなるほど。塩谷プロは残りいくつですか。166と出た。ほう、
66。スプーンですか？いや、9番ウッドでいけそうな気がするんだけど。はい、9番ウッドです。あ、これはダメ。ステイ。乗った。あ、乗りました。何、どこに乗ったの。どこに乗ったのね。残り137番屋で行きます。すごいね。7番持てるの。はい。どうぞ。危ないですかね。違う。私が。いや、でも確かにこれ傾斜だしな。打てるかな。うわ、それは右出るわ。なんでそれは右出るの？傾斜、傾斜なりにそのまま打っちゃったかなと思って。え、向いてた？向いてましたよね、こっちに。右向いてたね。はい、方向通りだって。あ、本当ですか。じゃあ私が右向いてましたね。あの、うちの、はい、番組のルール担当の、うん、関根くんが、お、関根くん、はい、今日いるんですよ。お、で、ね、ちょっと私このルールわからないので、はい、聞いてもいいですか？あ、お願いします。はい、じゃあ関根くん、関根くん、いきなり言うの。いきなり言うの。はい、これは、はい、これ今どこに乗っちゃったんですか？あ、サブグリーンですね。はい、本来のグリーンとは違うサブグリーンの方で、はい、はい、うん、ピンに近づかない、うん、ここのボールから一番近い場所に起点を取って、はい、ニアレストポイントを決めて起点を取って、うん、ワンクラブレングス以内にドロップですね。はい、で、罰なしですね。そうです、素晴らしい。さすがルール担当。じゃあこの時にニアレストポイントを決める時に、はい、一番近いところね、はい、この障害、要するにここ障害を完全に避けるんだけど、はい、はい、関根くん、はい、ニアレストポイント、はい、ここでもいいかしら。いや、スタンスも完全に救済を受けて、うん、グリーンから出れる位置なんで、はい、グリーンから出たとこでスタンス取って起点を決めるですね。素晴らしいです。バッチリということは、この辺りですね。どうでしょうか。ここでいいですかね、ニアレストポイント。はい、はい、で、ここからワンクラブレングス以内ですね、うん、はい、うん、というところにドロップをいたします。なるほど。関根くん、はい、これは拭いてもいいですか？それは拭いても大丈夫です。はい、ありがとうございます。そうなんですね。そうなんです、救済を受けるときはね。じゃあ救済を受けるときは、うん、いつでも拭いてもいいんですね、ボールは。ほ、いいです。お、はい、なるほど。関根くん、はい、このドロップ知ってます？知らないです。あ、知らないですか？昔ですよね。そう、昔は見ちゃダメなの、落ちるところ、うん、へ、で、こうやってやってたの。肩の高さからですか？いや、こうやって後ろから。だから自分で操作しないようにってことですよね。そう。狙って落としちゃダメと、うん、今はこれだもんね。そうですね、ちょっとでもいいラインを狙って、ね、確かにめちゃ変わりました ね。いいですか？はい、はい、ありがとうございます。では20ヤードぐらいのキャリーで、クラブの方教えてください。58度。はい、ありがとうございます。うわー、わー、お見事、寄ってます。ちょっと止まっちゃいましたね。ナイスです。はい、ありがとう。さすが。そして私がどっか、あれですか？あ、まずい、少々お待ちください。ごゆっくりどうぞ。あんなに行っちゃった。
50度でいきます。出るかな。うわ、うん、負けちゃった。よく持っていきました。 OK ですよ。ありがとうございます、ね、結構ラフきつかったですね。きつそうだね。はい、こういうラフ時ってもう結局結構もうバーンって力強く打っていくものなんですかね。あの抵抗に負けないぐらいのグリップ圧は必要だけど、はい、あまりこうガンと上から行こうとすると、はい、結構ネックにこう絡まっちゃうから。あ、なるほど。やっぱり体はずっと動いてないとね。あ、手よりも体で打っていくって感じですね、うん、よし、フックか。いいんじゃない？おーし！あー、入らない。でもいい読みだね。ありがとうございます。じゃあお先します、はい、ゴルフやってるね。はいゴルフやらせてもらってます、ね、はい少し右に行くと思います。はい、はい、はい、オッケー、はい、